薫、今日からダンプ松本と歓迎いたしました。そのダンプを先頭にいたしまして3人の選手が登場であります。いや、鎖をぐるぐる回しておりますダンプ松本、今年から強肩して悪に徹すると言っております。したがってテディ・リー、スーザン・スター、この2人の外人選手であります。対するはご覧のように新人の舘野典男選手が先頭で、今中野恵子、ジャガー横田、3人登場いたしました。6人タッグマッチであります。第4試合、ドビンタグマッチ、その分一本勝負を込めます。赤コーナー、1983度全国女子プロレス新人王、183度中野というね、タイトルがついております。中野恵子選手、重要なものを言います。去年は耐える時代と言われておりましたが、その耐える時代に最もふさわしい舘野典男選手であります。粘っこい試合には定評があります。ジャガー横田、大変なテープが飛んでおります。藤井エディングアナウンサーからも紹介がありました。ダンプ松本、松本薫選手であります。スーザンスターは日本に初めてやってまいりました。アメリカの新星であります。何かあの上にできたみたいな感じでね、ハールガウ、カウガウというんでしょうか。そうですね、そういったスタイルですね。ちょっと小型ですけど、はい。そして日本にはおなじみのテディ・リーであります。実力ナンバーワン。さあ、6人タッグマッチが始まります。何か忙しそうな試合になりそうですね、これ。そうですね、特にですね、あのダンプ松本選手、名前を変えましてね、今日は果たしてどういった試合をするでしょうか。OK、 皆さん見てどうですかね、このダンプ松本。まあ、言っちゃ悪いですけど、ぴったりですけど。ぴったりですか。でも、うん、非常に入り方がこう形変えてますよ、鎖を持ったり、うん、やはりそういったの気持ちを作るってことは大切なんでしょうね。芝居なんかと同じですね。あ、なるほど、はい。まあ、そういったものを自分は心がけようとしてるんですね。さあ、試合が始まりました。いきなり行った。いや、すごいダンプ松本ではあります。さあ、ダンプ松本、ペギーリー、スーダンスター、3人組相手にいたします。ジャガー横田率いる舘野のりお、中野恵子、どういうことになりますか。まず新人の中野恵子でありますが、何かもういきなりですね、やられましたですね、中野恵子が。クロスラインやられて、今度またあれですね、はい、体は大きいんですけども、中野恵子選手。さあ、ジャガーが行きました。2人をまとめて一気にジャガー横田であります。さあ、ペギーリー、あーっと、これはジャガー横田の痛烈な一発が当たりました。早くも場外戦であります。場外戦になりますと気をつけてください。あーっと、放送席の前、放送席の前横、ダンプが起こっている、ダンプが起こっている、あーっと、ジャガー、あーっと、ちょっと、もういい加減に締めて、あーっと、いやー、が怒ってますけどもね、まさにダンプか、あった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 、英語が通じませんよ、痛い痛い、ようやく今リングの上に戻りました。6人の選手たちであります。中野恵子が今ダンプ松本に襲いかっておりますが、やはりこの辺は貫禄の差、どうしようもありません。さあ、今度は中野恵子をロープに振った、体では負けておりませんが、バシッと入った。さて、ジャガー横田が出てまいりました。松本が何か一人で受けて立つような感じ で、ね、ものすごい形相であります、さあ、タッチを今ね、ペギーリーが要請してるんですけども、簡単にタッチに立ちませんで、あーっと、今鎖を出しました。ダンプ松本、鎖を出しました。さあ、これはキッコさん、
ジャガーとしてもちょっと思っても見ないような攻撃でね、首が真っ赤に、今度はペギーリーが待ってます。この辺はうまいコンビネーション。さあスープラトンであります。ダンプ松本貫禄の登場であります。ジャガーどういった、早くも逆襲だ。どうか、カウント2が入りました。さあ満を持しておりましたジャガー横田、この辺りからそろそろ反撃であります。この辺りが松本、何かねちょっと愛嬌があります。さあ90キロからもう100キロ近いと言われております松本を抱え上げました。昨日ちょっと選手にねライセンスが渡されましたけども、その時あの計量を見てましたらね、ダンプ松本は100キロありましたですね。100キロ近く、しかし100キロを抱えてエアプレーンをやるのは大変ですね。そうなんですよ、この辺りがやはりジャガー横田の足腰の強靭さ。ヘガ8分ヘガエイドマネット、立野則夫選手がどうしてもこういった6人タッグになりますとね、何か強敵になるというか、今一つ動きがついていけませんですね。そうですね、まあ、ジュニアチャンピオンになってもう3年目になりましたね、はいはい、まあ、今年も立野則夫選手にとっては大切な年ですね。そうですね、さあようやく新人同士であります。アメリカからやってまいりました新人スーザンスター、今度は中野にやられました。強烈なボディアタックを食いました。もうすでに肩のあたり真っ赤になっている。バチーンと入りました。ショルダーアタックであります。さあそして買い上げたボディスラムだ。上から行く、90キロがいった。しかしダンプ松本貫禄の登場であります。さあスーザンスターです。依然としてピンチを迎えている。6人タックであります。6人タッカー、さあスーザンスターを捕まえました。ジャガー横田、もう絶対に捕まえたら離しません。コーナーにはなかなか返してもらえそうにありません。スーザンスターであります。オクラハマの出身です。ハウガー、かつてウェンディ・リヒターが日本にやってまいりまして、同じようなスタイルで試合をやっておりますが、やはりキャリアから言ってもこのスーザンスターの方が下であります。ジャガー横田が捕まりました。捕まえているのがペギーリー。6人の選手が目まぐるしく入れ替わっております。6人タッグマッチ、あっと、さあロープに振ってどうするか。クリアか、あっぷりか、危ない、強烈に決まっている、中野恵子選手に盛んに声援が飛んでおり、危ない危ない、去年の新人は長野もあの昨年の新人らしくね、なかなかあのよくやってますよね。そうですよね、はい、もう大人勢にも負けてませんからね、まあ、こういった格闘技ではやはりあの体重ウエイトというのは一つの武器ですもんね、あるに越したことはありませんよ ね、 ね、あとはやはりこの体重を利した動きをね、これからどう考案してくるかであります。さあダンプ松本、強烈な技を今 3AA の頂点に立っているジャガー横田に仕掛けました。そして軽く肩に乗せて今後ろに落としております。後頭部を打ちましたジャガー横田、今がちょっと変わった技でした ね、 ペギーリーにタッチいたしました、まあ、盛んにあのこれからですね正月の休みにかけて、選手たちは新しい技を勉強したようですね。エルボーで行きました。スーザンスターのエルボー攻撃、今の珍しい連携ですね。そうでしたね、カナディアに抱えてトップロックから攻撃するっていうのは、はい、そうですね、なかなか反撃に移ったカウントは2です。ペギーリーとジャガー横田、まあ、お互いに対象同士というところであります。6人タッグ対象同士の対戦になっております。リーダーとリーダーの争いだーっと一発、これはちょっと外れております。もう一発いくか、得意の攻撃か、出る、このまま決めるか、エビ固めの体勢に入った、決まった、決めようと思ったらいつでも OK。 この辺りはさすがジャガー横田、あっという間に決めました。横田選手、まあ
そのジャガー横田が決めに行く時の速さ、それから迫力っていうのは宮本さん素晴らしいものがありますね。そうですね、今でもまああの重い手切りをですね、はい、まあ、ダブルアームスプレックス、それからスップアタック、それから高角度のね、メキシコでよく使う襟固めで、そうですね、やっぱこのあの速さって言いますかね、スッとこう壺にはまった時の強さっていうのはやっぱり素晴らしいですね。